秋田拠点センターアルベ、秋田拠点センターアルベ、秋田拠点センターアルベは、秋田駅東口にある14階建ての複合施設。秋田市とデベロッパー、総実、体制建設の官民共同で設営され、2004年に落成したもので、管理、運営は区分所有に基づき総実の関連会社、秋田新都心ビル株式会社や秋田市など5団体が行う。 秋田駅東口の周辺には、かつて国鉄生産事業団の所有する、秋田機関区秋田市区の跡地や、林野町秋田営林局の所管する、人と別森林鉄道ターミナル圏貯木場跡地などが、約30ヘクタールほど広がっており、そのうち8.3ヘクタールが大規模空間地となっていた。1993年度に秋田市による駅周辺を、 都市計画道路によって環状ネットワーク化し、駅東口に新しい交通結設定機能として駅前広場を設け、さらに賑にわい創出の拠点とすべく複合施設を整備ることを願目とする秋田駅周辺地区新都市拠点整備事業が建設大臣に申請され認可を得た。認可に基づき1994年度から1996年度にかけ、秋田市が 国鉄生産事業団から、秋田駅東地区3.3ヘクタールを購入。1993年度から1995年度までに、新都市拠点整備事業の期間事業となる、秋田駅東第三地区と地区画整理事業、秋田駅西北地区と地区画整理事業、秋田駅東拠点地区と地区画整理事業の3、事業がそれぞれ着手された。秋田拠点センターアルベは、 整備手法として事業コンペティション方式を取り入れ、1999年に体制建設を中心とする5企業による案を採択した。ビルは2002年10月に着工し、2004年7月16日をオープンした。事業費は52億3十0万円。オープン初日には午後4時までに約2万人が訪れた。住居表示は2006年1月31日まで。 秋田市中通り7丁目1番3号であった。中通りが駅西口の住所であったため、秋田市民の一部は違和感を抱いていたとの声も聞かれる。開業当時、水野春夫プロデュースのシネコン、パンテオンシネマズ秋田が大きな話題を提供して出展したが、テナント料の問題等で民事訴訟に発展し、2005年11月16日、東京地裁は水野らに 明け渡しとテナント料4200万円の支払いを命じる判決を下した。判決に先立って、同年10月からパンテオンシネマズ秋田も休館となり、後継会社が見当たらないことから看板店舗を一時失った。その後アルベの活気を取り戻そうと、2006年8月5日から同年9月15日までの期間限定で、既存のテナントで組織する組合が、駅の映画館、 秋田シアターの名称で映画館を一時再開した。この期間中は2つのスクリーンでの限定公開だったものの再三ラインを上回ったため同年9月16日以降も再三ラインを割れるもしくは長期的に運営できるテナントが見つかるまでの間運営が続行されることになった。その後2006年11月に入り岩手県盛岡市で名劇ルミエール ヒカデリーなど五貫の映画館を展開する南部工業が運営の継承を正式に表明した。同社は秋田シアターの名称を踏襲し、同年11月18日から営業を始めた。2007年4月25日、テナント契約更新を機に、当初の暫定半年契約から10年契約に延長し、更新したルミエール秋田と解消した。東予コイン。 秋田駅東口、当該施設は、全国的に問題となった、建築基準法違反にはなっていなかったも入居している。ほか、公共棟の1階には、秋田市の証明書等の発行窓口である、秋田市駅東サービスセンター、土日宿も窓口を開けているも設置されている。2008年3月3日には、隣接地、秋田市東通り中町4番2号に、 秋田市3号から NHK 秋田放送局が新築移転し、アルベと通路でつながった。建設地は私有地であったが、秋田市が NHK と土地の投下交換を実施。旧 NHK 秋田放送局跡地は、秋田市役所、仙台本庁舎の駐車場とされた後、現庁舎が建設され、2016年5月6日から、執務を開始した。かつて、秋田テレビが、 ミニショップ、エール、ベイアクト情報局を出展させていたが、2005年7月28日に一時改装を理由として閉鎖、その後当地で再開することなく、2005年9月16日に、イオン秋田ショッピングセンター、現、イオンモール秋田、中山内に、アクト情報局、中山マイナスとして移転、解消した。2008年10月の中山閉店に伴い、 秋田市ほどの千代田町にある、秋田テレビ運営の住宅展示場であるアクト、ハウジングセンター内に再度移転している。また、山形駅西口の霞城セントラル内にある、山形県立霞城学園高等学校のように、落成当初は、秋田経済法科大学附属高等学校、現、名桜高等学校のある、コース専用の校舎として、フロア活が検討されていたが、 学校設置基準に見合わないことから入居を見合わせた。一部報道では、廊下の幅や、天井の高さ、手洗いなどの設備面の問題があるとも指摘されていた。1回から3回、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。